流し、うんこばっかり、うんこパンツ、またまたこの隣うんこだよ、ほら、ポリポリ、うんこ、パンツから漏れとるやないか。はい、こんにちは、しがうです。ジェンジャラスじいさん、千人のお友達じゃー、やっていこうと思いますね。前回少しね、チュートリアル的に触ったんですけどね、なんかいまいちね、何をするゲームだったかね、もう、ギャグに圧倒されて忘れてしまったんですけどね、ちょっと今回はね、ちゃんと把握してね、頑張りたいと思いますね。ステージを進めれたらと思っております。前回も全然進めれなかったんでね。ちょっとロレツがちゃんと回ってねえな、俺。よし。今1時間ぐらいしとるな。なんていうんかな。拠点みたいな感じかな。ここをどんどん良くしていくんかな。で、友達ゲットしたらこうやって、フィールドにどんどん集まってくるような感じで、こうやってこっからステージに向かうみたいな。あと Y ボタンでね、こうやって爆弾落とせるんですよ、ほら。見てみて、ほら。どんどんこうやって落として、ほら。あ、ケツがおる。ケツ顔。あ、あとね、このゲームね、非常にお尻とかね、うんことか、いろいろね、出てくるんで、ついつい僕もポロッとね、ちょっと下ネタ的なことが出てくるかもしれないんでね、苦手な方はね、ちょっとね、申し訳ないんですけどね、ちょっと出てくるんで、そういう、たまに下ネタ的なのがね、こうやってうんことかね、そこご了承くださいね。それじゃあ行こうかね。ステージへ行く。はい、スタート蹴飛ばして、ほり行く。で、もうアイテムとかも取って、で、途中でなんか餌を置いて罠仕掛けて取るみたいな。突撃。何回か同じフィールド、ステージ行く感じなんかなとか思うんで。OK。で、ここね。この辺。こういうところで、なんか罠を置いたりとか、なんかいろいろあるみたいなんだよね。とりあえず友達集めりゃいいかなと。アイテムいっぱいあるから、これももうとりあえず全部取っとこう。これで、このお友達が非常にデリケートなんで、すぐ死んじゃうんだよね。そしたらもうこの 3DS を少し振る感じ。ここまでは来たんかな、前回。おっと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 、友達がすぐ死ぬからな。これで振って、で、ここでまた使う。で、はしごにするんだよね、友達を。で、これもまた、これポストは敵と思うんだよね。やっつけて、ゆする。このゆするボタン、他のボタンにできたりできるのかな？で、これをまた壊すんかな？壊して、ゆすって、このゆするのがね、大変。吐きよるな。トイレで吐きよるわ。どんどんサクサク進んでいきましょう、これ。で、上にヒットポイントいっぱいあるけど、あれハートじゃなくてお尻なんですよ。で、ウサギさんがグッてしとったけどね。このハート満タンだけど、一撃死だからね、ほとんど。ほとんど当たったら、一撃で全部。あ、やべやべ。こいつも敵だろ。仲間がうじゃうじゃおるからね、敵と仲間がね、見分けがつかなかったりするんだよね。デンジャラス。お？ボスか？これボスか、おい。オッケー、鼻水吹き出しよう、もう。このゲームやったら鼻水涙吹き出しまくりだから。オッケー。また鼻水吹き出しとるわ。どんどん撃っていこう。今一発しか出ないんだな。オッケー、まだか？もう一発撃っていこう。オッケー。ボスではないのか。で、このピカソみたいなアイテムバンバン取って、はい、ゴールがあるね。はい、ゴール。オッケー、クリア。初クリアかな。カン！クリア。ここで、ゲットしたお友達を見ていくような感じ。
下落ちるくん。下に落ちるのはワール。未確認生物。かわいいね。これ塩相談。請求ババア、バーバ。家賃を払えという。こう下にね、下画面にね、説明書が書いてある。説明っていうかね。下画面がね、こういう感じでね、ちょっと大きくする。こういう感じで、説明がちゃんと書いてるの。ちょっと下画面出しとこうかね。これ、ちょ、待ってくれ。いや、ごめんなさいね。下ネタいけないかもしれないけどね。いや、名前がだって、チンチンくんって書いてるんですよ、これ。乗っ取るし、チンチンの上に。チンチンの穴からミサイルを連続発射って。その目的はって、知るか、目的なんか。リンゴ怪人バナナ。これ、かわいいですね。おならが臭い。見た目はかっこいいね、これ。パンツー号、顔のパンツは何者かに被らされているらしい。取れよ下着三兄弟、やったらブリパン出てくるしね。これ多分読者さんが書いたやつなんかな、漫画の。耳毛ほうきマン。半分だ。半分だ。ゲットしたんだ。あいつを探せ。何これ。何このミニゲーム的なやつは。始める。ああ、こっから探すんか。どんなやつ？あ、これか。縦と剣持った弱そうなやつか。おった！次はこのおっさんか。おった！こいつ、ケツが多いさ。おった！ちょっとね、この、パッドで合わせるのがちょっと微妙なんで。3体見つけたね。よし、終わる。今回なんかピクニックみたいなとこだな。ここで集めたら、あ、上に登れる。乗れ。おおほうほう。いろんな使い方ができるんだね、これ。友達がね、結構役立つからね。そして乗る。そしてジャンプして取る。いいね。おっと、来た。この揺するのだけはね、違うボタンでできたらいいなぁとか思うんだけど。設定かなんかで。これがね、大変。そして、上の階に行きましたね。変なのがいた。おーっと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 。顔こうなった。これアイテムじゃないんか。なんか、文字が押しとる。上に行く。乗る。あ、でもこのアイテム取って。下のアイテム取ってねえな。下のアイテムは取ってないけど。おっと？なんか久しぶりの横スクロールアクションも楽しいね、結構。このゆする以外は。ゆするが結構疲れるんだよね、俺。このゆするのだけがね、3DS ゆすらないで他のボタンでできたら、言うことないけどな。面白いから。OK。で、倒して、またアイテムがある。おーっと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 。アイテムが落ちてるな、また。OK。あ、勝手に上まで、方向も、勝手に合わせてくれるんだ。これ、揺するのがね、大変なんだよね。これ無視していってもいいの？無視していくか。あれ多分当てて攻撃チャンス作ってみたいな。あれこれ下いけないの？骨子。踊れもんくん。ゾウさん。エリンギジジイ。お友達ゲット。ただ今のところでかなり減らしたな。こっち左か。お、また変なのできた。ボス。突撃させたいんだ。おっと、あ、なんか出てきたな。これ2体出てきたな。よし、ガンガンいけ。
よし、ガンガン攻めろ。あ、まだか。おー、ちょっと待って、仲間と敵のあれが、見分けが。オッケー。まあ横スクロールアクションとか久しぶりだけど楽しいな。下手くそながらでも楽しいよ。楽しめてますよ。チェックポイント、意外なとこが行けたりするからね。よくそういうとこもよく作っとるなとか思うね。お、サインがある。作者さんの。お、見て、すごいね。よし、サインをぶっ壊思いっきり。あらら、先生できたね。先生が燃やさないでーって言ってる。うわ、かわいい。なになに、なになに、萌え萌えとか言ってる。よし、やっつけよう。あら、どうなってんだこれ。とりあえず一回これ戻った方がいいのかな。ここ全然、まあ、進んでないな。これ一つのステージでどんどん攻略していく感じか。何回も行って、よし、ここ行ってみるか。ポストは最初仲間かと思ったけどね、敵なんだよね。で、餌、久しぶりの餌だな。俺もだいぶ慣れたからね、俺。し、あっと。で、餌がまだあるんで、これ餌やろ。これでもう一発できる。オッケー。あーっと、おお、取れた。オッケー。これでだいぶお友達が集まってきたんじゃないの。これやったらうんこ出てくるの、これ。餌だから、え？これを取って、もう一回あそこに、あら、投げないかんのか。うんこ取って、あと3回。おっと、3つ一気に取った。オッケー、4つ取った。オッケー、全部取った。パーフェクト。パーフェクト。今回いっぱい友達集まったんじゃないの？よし、ゴール、オッケー、クリア。だいぶ慣れてきたわ。だいぶ慣れてきた。カツラッパ、きったな。ケツアゴ星人、ケツバット、ケマン、首なしバーコードジジイ、デコヒロシ、殴るし、味噌ラーメン佐々木、人形ナイト、箱入り息子、これかわいいな。流しうんこ、うんこばっかり、うんこパンツ、またまたこの隣うんこだよ、ほら、ポリポリ、うんこパンツから漏れとるやないか。
フリフリオケツン。尻だけでできたお友達。うんちを何個も出せる。またコントライムンコっぽいやつやな。うんぶりドラゴン。全身、待って、全身がうんこでできてる。きった。キラーは臭いし。うん、またうんこだよ、これ。うんちキング。これもまたうんこでしょ？うんぱ。もうゴミ、生ゴミとか、うんことか、パンとか、もうそんなのばっかり。ゴミ投げる。またうんこ、パンツうんこマン。またドライムうんこ、うんこんぶ。パンオンチン。凍え死にサブロー。凍える老人、どんなに滑られても服は着ない。綺麗よ。お、100人達成しました。いや、嬉しいな。100人達成。1000人達成したらクリアなのね、これ。集まった。やったね、おじいちゃん。この調子でどんどんお友達を町に連れてくるんじゃ。よし、キリーンで今回ほりゃこれぐらいにしときましょうか。デンジャラスじいさん、1000人のお友達や。なかなか面白いです。最初ね、前回の時はこれどうかなと思って、そのギャグとかそのアニメーション面白いんだけど、プレイ的にこれどうなんかなとか思ったけど、要領分かってきたら結構ね、楽しめる。その友達を集めていく、この達成感がある、すごく。ということで、またね、やろうと思うんでね、できればね、またご視聴してくださいね。よろしければチャンネル登録などもしてくれたらね、モチベーションに本当なるんでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。